稼働反対、再稼働反対、再稼働反対、再稼働反対。Yeah!
ゃあ今日の講義はこの時間で終わりにします。またあなたの僕らからは野田師匠、次の出場は別の人かもしれないけど待ってろ。じゃあ残りの時間です。集会所告知ある方はよろしくお願いします。まずは、首都圏反原発連合から、まず来月ですね、12月15日にですね、脱原発世界大行進2ということでですね、日比谷野外音楽堂からデモ行進を計画しております。詳しいことは、皆さんホームページ通じて、見てください。あと脱原発世界会議の皆さんと一緒に、やるようなことになります。あとですね、来週自民党本部前講義を行います。11月20日火曜日、火曜日6時から8時まで自民党の本部の前で講義を行います。再来週は経団連会館前講義を行います。11月21日、火曜日、また、6時から8時まで行います。皆さんよろしくお願いします。今日はその他には、本日は経産省の前、あと自民党の前で今の時間講義が続いているはずです。財務省の前も、続いているはずですので、ここ官邸前だけうるさいんで皆さんよろしくお願いします。11月の25日、日曜日に、Twitter デモをついて渋谷の方で、渋谷原宿で、大きなデモがあります。宮下公園に、14時集合を13時集合を14時出発予定で、やりますので、そちらの方もツイットローニクスというツイッターのアカウントの方で告知が出ていると思いますので、そちらの方はチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。連日で大変ですけども、疲れないように頑張りましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。皆さんお疲れ様です。沖縄連動連絡会の松永と言います。この後日比谷公園のカモメの広場で、集会を行う予定です。今日です。はい。デモ参加者の方が、自由に自分の意見を言い合えるような場が必要だと思いまして、約2ヶ月前から官邸前でも終了後に毎週開催します。どなたでも参加可能ですので、ぜひお気軽にご参加ください。場所は経産省前テント広場近くの自衛公園の角にあるカモメの広場という小さな分数にある広場で行いますので、よろしければぜひご参加ください。お待ちしております。はい、じゃあお疲れ様でした。また来週お会いしましょう。予定だったので、
認する予定だったので、で原発輸出、それから、インドでの住民弾圧に抗議する、官邸前行動を、組んでおりました。で、首相がこれだったんですけれども、何百通にも及ぶ署名をアジアフォーラムさんがたくさん全国から集めてくださったので、それを内閣府に提出し、官邸に向けて今後必ず行われると言われるインドの首相との輸出に向けた会談を やめろと。